三神エヴァンジェリスト前チンこと前田キラヤイビギーンイエイ。さあ今日も楽しい三神ライフを届きサビラ、おとといですね、スマホをこうなくしましてっていうかどっかの落としたんでしょうね、まあこう銀行行って郵便局行ってまあそんな感じで、スーパーまで行って、この3カ所にどっかにあったはず、もしね、落ちてたら。しかし、その、場所に行ったんですけども、なかった。ロックかかってるのでね、大丈夫と思うんですけど、まあそんな感じでですね、最近、忘れ物が多い、毎日でございます。本当にね、こう、陽気になりましたね。昨日か、さくらんぼがもうたわわになっててですね、沖縄のね、さくらんぼってちっちゃいんですよ。このイメージのね、この、あのさくらんぼではなくて、あれの4分の1ぐらいの大きさなんですけどね、結構真っ赤からですね、ちょっとブラックチェリーぐらいの色になってくると甘くて美味しくなるんですよ。だけどその甘さの、なんていうんですかね、っていうのは一時なんですよね。それを外すと、ちょっと、えぐくなる。えぐくって何だろう。苦いくてえぐい。えぐいって何だろう。えぐいじゃない。何だろう。ちょっとど忘れなんですけどもね。そういう感じでね、今、ちょっと、自然の野山を、走りながら、集めて、ちょっとお酒でも、ちょっとつけとこうかなと、青森のね、43度ぐらいでね、こうすると大体3ヶ月ちょっとぐらいで、ちびちび飲めるようになるんですけど、これがまたいい色でですね、それが終わると今度は、梅酒がありますよね。まあ、梅はね、今ね、この本当に、普通にこのスタンダードでね、スーパーで売られて、梅酒セットなんてやったんですけども、その梅酒とですね、ブレンドするとまたうまいんですよね。まあそんな感じでね、楽しみも、いろいろとこう作り上げていくと。三種も同じようにですね、いかに、自分が好きな楽曲、もう楽曲はたくさんあるからね、これを全部覚えるとなると、
至難の業でございます。すべての、音、楽しむためにね、ある音っていうのは、自分が好きなものにセレクトする。これが一番でございます。それが楽しい、三振ライフだと、思っております。だから、結構ですね、いろんなと、まあ、三振は一応弾けるのでね、しかし弾けない曲がたくさんあるんですよ。特にまた私が、弾けないというか、こう弾けないものっていうのは私自身がですね、弾こうと思ってないわけですよ。でもあと10曲ぐらいですかね、弾きたいって今温めてるのがあってですね、これをまた、クリアするとまた10曲ぐらいできてくるんじゃないかなと思うんですけどね。まあそんな感じでね、日々、楽しく、三線を、弾いております。今日はですね、こういった、練習用の三線っていうのをですね、初心者の方に、今、お勧めしてるんですけども、それは何かというとですね、やっぱりこの自分の、声質もしっかりですけども、結構最初の頃分かりにくいですよね。こう、ただこの歌いやすいキーに合わせていくっていうね、選択をしていくと思うんですけども、ぜひおすすめしたいのが、こういう感じで動画を撮りながらね、自分の声と三線の音色が、どうだろうか、心地よさそうなのか、またその弾いてる時に心地いいのだろうか、いろいろとそういったチェックなどをね、していくと、なんとなく自分の好みの、三線の音色が、分かってくるかと思います。まあ、参考にね、やってみてくださいね。ということで、今日も、三線のね、皆さんが、楽しく、三線奏でられますように。安心、また、やさい。